小室仁の新音楽屋。こんばんは、小室仁です。小室仁の新音楽屋は、今日のゲスト大先輩高木ブーさんです。どうぞよろしくお願いします。はい、です。もうキャリアが100年にはならないとしても、まあ、キャリアばっかりですね。キャリアばっかりで、何もないんで。いやいや、もう本当に。そして今ちょっとちらっと見えたかと思うんですけれども、なんだか得体な楽器を今日は持ってらっしゃいまして、はい、はい、このことについても後でゆっくり、はいはい、なぜこのような楽器にたどり着いた、はい、そうですね、ついたかというのも伺いますので、はい、今日は一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。大先輩にお会いするってことは本当に嬉しいことで、はい、今日は高木ブーさんおいでいただきましたけれども、はい、この番組ではあの J リー藤尾さんにも来ていただいたことがありました。はい、J リーグ。そうしたらなんと、高木ブーさんはあのもちろん僕らがもう知って みんなが知っているのはそのドリフターズの、はい、高木ブーということ の存在でありますけれども、その前にジェリーさんとのあの方がね、バンドを持った時にそのバックバンドとしてあのハワイアンやめてそっち入ったんです。ハワイアンやめてということはその前は ハワイアンをやったんですか。一番最初はあの出だしは何しろウクレレ弾きのもんですからね、ウクレレ弾きの一番近いのってハワイアンなん で自分でバンドを持った時にはハワイアンバンドで、あの風の噂にね、はい、高木ブーさんが最近はなんかウクレレいじってるらしいよっていう噂が聞こえてきて、はい、そうこうしているうちに NHK かなんか あのなんかあの講座みたいな感じ で、 そうです、ねね、ウクレレを、はい、ウクレレやり始めたんだって思ってたんですけど、はい、そうじゃなくてウクレレはもともと最初がウクレレ、もともとウクレレ弾きなんです、音楽の世界に入るきっかけみたいなものでね。当時だって、何にもないし、ハワイアンしかなかった時代ですよね。ロックもあるわけじゃないし、カントリーもなかったし、それからフォークもなかった時代、本当にハワイアンしかない時代なんです、僕らの。あれは何ですかね、戦後、はい、そのつまり移住してた人、ハワイとかそっちの方が帰ってきて始めてというような影響もあるんでしょうかね。あるしね、あの古い歴史が古いです、あのハワイアンっていうのは。僕らの大先輩が もっと古いな、大正時代があったもんですかね、ハワイアンっていうのは。大正時代から、ずっとあったんだ。あのもちろんあのバッキーさんとかハイダ兄弟とかってあれは2世の方なんですね、はい、それはそれなんですけど、まあ、大橋さんとかそれからセレブさんとかっていうのは戦後をすぐに、要するに一番簡単なって言っておかしいけど、うん、バンドとして、はい、ジャズバンドまだできるまでですからね。ハワイアンバンドの時にはキャンプ周りみたいなのはなかったんですか。あ、もちろんありました。あ、もちろん、あ、まあ、それが中心、僕の場合それが中心だったかもしれないですね。米軍キャンプにもあったんです。そうなんですね。でそうこうしているうちにそのジェリーさんのバンドで、はい、バンドを作って、その時にはこれおかしいんですよ。です僕あのウクレレ弾きですからね、はい、ウクレレで入るわけにいかないんですよね、そのジェリーさんのバンドってのは。確かにジェリーさんのところにウクレレっていうのはこう想像できないですね。できないでしょ、はい、そこで僕バンジョーやったんです。バンジョー、はい、だバンジョーってのはね、バンジョーチューニングってのがあるんですよ、はいはい、歴史では、はいはい、で僕はそのウクレレチューニングでバンジョーやったんです。同じ4本ですからね、コツと同じですから。はいはいはい、そうだ、ミラーノ、はい、このチューニングで僕はバンジョーやった。だからバンジョー仲間たくさんいるんですけどね、僕みたいにその、うん、そのチューニングでやるってのはまず少ないんですよね。ウクレレチューニングでやるバンジョー弾きなんてのはまずあんまりいないんですよ。そもそもなんで バンドなんかやりたかったんですか。いやこれはあの大学出る時に僕あの変なここで言っちゃうのかしら、他のところで就職はあったんです、うん、でも学生時代にもう2年3年ぐらいからねもう、アルバイトでウクレレ弾いてましたんでね、
そんな就職が決まろうとしているけれども、もう要するにあの音楽研究会っていうのも大学がありまして、でそこにあの、まあ、先輩後輩がいっぱいあります、はいはい、先輩が僕の確か先輩はねあのもう一人学生ですよ、はい、中央大学の学生なんですけどね、はい、で、卒業して、で JOKR なんか、はい、ま、TBS の前のラジオの方の東京放送、ね、そこに入るから、うん、お前自分のそのバンドあるんですよね、はい、学生が、はいはい、あのプロでやるバンド、はい、でもそこに俺の代わりに入んなさいよと、うん、僕まだ3年生だったんですから、ねはい、そういうバンドがいっぱいあったの。なるほど。あっちにもこっちにも学生バンドで、うんはい、仕事してると、はい、卒業する時辞めちゃうと。なるほど。で僕はその人の後でそのバンドに入ってハワイアンで、うん、だからそういうことで要するにあの味を占めたって言ったかもしれないんですけど、なんかもう自然な成り行きの、これはプロになっちゃった方がいいと思ってんでね、うん、で僕はすぐプロ。うわ、高井さん、あの今この楽器を持ってらっしゃるでしょ、はい、これがそのどういうことですかこれ。うん、これあのグレー、こっちはグレーなんですよ、この4弦でね、はい、あ、グレーですね。こっちはそれ、はい、あの12弦ギターってありましたね。あります。あれは6弦の倍の6コースで2本ずつ対になっている、うんうん、あれを真似したんです。これはこれだから8弦なんですよ。4コースで、なるほど、2弦2弦で対になって、オクターブだとみんな、でもオクターブだ、だから結構幅があるんですよね。ちょっとこせっかくですから、牧伸二さんにも、まあ、リスペクトしながらドリフターズのお箱のですね、ちょっといい歌なをちょっと触り聞かせていただけないですか。いい歌なははは、いい歌なはは、湯気が天井からぽたりと背中に。これあのその前にあれなんて、ババンババンバンバン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 。この歌もドリフターズの歌じゃないですからね。言ってみればね。はい、ジグエースの出したのカップラったんですからね。そういうことですよね。であの普通のなんかいい歌なではつまんないっていうんで、うん、ビバノンロックというロックにしたったんです、はい、高木さん、せっかくですからその今テレビ見てらっしゃる方は、はい、その8弦 のウクレレ珍しいなと思っていると思うので、それで1曲なんかちょっとみんなが知ってるようなところの歌、ビヨンザリーフっていうのは誰が歌ってたかね。これはあのハワイアンの三大戦後の中の曲だね。ああ、そうです。ビヨンザリーフとかブルーハワイ、はいはいはい、か小さな竹の話、はい、これはあのハワイアンの三大戦後の、はい、その中の曲ですけど、まあ有名なあの曲ですね、はい、ハワイアンでは。じゃあちょっとビヨンザリーフ、はい、聞かせてください。はい、はい、the sea I can go, my love I've gone, and the dreams go, there'll be no tears, there'll be no regret, will she remember me, will she forget, I send a thousand flower when the tree will bloom. I send my lonely heart over lover's soul. Someday I know she'll come back again to me. Tell them my heart will be beyond. これもね、本当は、うん、スローのね、柔らかい音楽なんですよ。本当ビヨンザリーフ、みんな知ってるのね。ところがね、これが普通なんです。はい、
いやいいんですよ、その形状悪いとは言いますが、いいんですからね。ただ欲張ってなんか変えてみようじゃないかっていうんで、もうみんながそのあれあの感じで歌ってますからね、まあ、はっきり言って飽きたんでしょう。そうですよ。レゴゼス的にね、変えちゃうよってんで、はい、でもこのウクレレでやると独特な感じがあっていいですね。そうです ね、よかったと思ってます。はい、いやいや、そんな風にこうやってきて、だからウクレレはたどり着いたんじゃなくて、まずは出発点が、はい、あのウクレレだったっていうことで、ね、そしたらジェリーさんみたいな人に会っちゃって、ジェリーさん言ってた、ご自分でも言ってましたもん、俺は悪だったんだよとかって言ってましたけど。すごいすごかったんだ、やっぱりすごいです。いい方ですけどね。いい方です。いい方ですけど、すごかったんでしょ。そういう時代です。時代だね。ちょっと想像できないけどね、うん、もういろんな人がいましたよ。だからね、高木さんよく生きてこられたですね。それはね、本当すごいですね。イカリアさんだって優しい感じのイカリアさん、僕ら知ってるわけですけれども、結構厳しい人だったっていう話も聞きますし、厳しいですね。あ、なんじゃ、厳しいからどうしたらあそこに行ったんだろうと思いますね。まあ、血液源ってのはあるからね。そうですよね。ただあの人はあのお笑いはそんなに上手じゃないですね。お笑いでは後半になったらドラマの役者になって、あ、そうでしたね、よかった、ブルーリボン賞なんか取られてね。笑いのはもうメンバーのみんながやって演出する役っていうの、お前こんなのやんないかっていうことね、加藤もちょっと声出すんで、うん、で今度はこんなんだから、うん、でやだ俺は、じゃあお前自分好きなのやるよとか、要するにドリフターズの決定権みたいの。なるほど。で僕なんかもう笑いも何も分かんないでドリフターズ入ったんですからね。だって笑いバンドじゃないけど、僕は前のバンドだから、そのジェリーフのバンドとかって普通に、しかもだってドリフターズって言ったって、ドリフターズの名前そのものは向こうですごいですよ、ドリフターズっていうバンドがあるわけですから。だからあ、ビートルズの前座でドリフターズがやるんだっていうようなことを聞いた時には、はい、あ、ドリフターズはちゃんと音楽ができるんだなと思ったんですけれども、はい、ちゃんとやりましたよ。どんな風にやったんですか。ロングトリサーリーですけどね。ロングトリサーリーも、ロックの関係の歌は中本が歌ったんです。僕はポピュラーとかそういうね、柔らかい歌が僕の専門で、ドリフターズの中ではね。なるほど。ロングトーサリーをやったんです。やったんです。中本さんはジェリーさんの時からも一緒だったって。パップコーンっていうバンドなんですけど、パップコーンの頃からずっと一緒にいたもんですからね。じゃあそのバンドの時は中本さん歌も歌われてた。中本が、まあ、セカンドとかサイドの歌、ジェリーさんが、ね、いない時は中本が、ね、まあ、仕事はしてますんでね。ほら、じゃあズキさん待ってまたあれみたいな。いない時があるんだよ、ジェリーさん。いない時は中本が中心になって。そういうのがでもそんなに驚くべきことでもなかった時代なんですよね。そうですね。あっちもこっちも だから僕がドリフターズ入ったこと自体がおかしいんですもん、だって。まあついさっきまでね、まあ長さんとなんかその話でどうしたのって、はい、本当に聞いたのはもう長さんが死ぬ間際かな。うん。見てくれたよって、それですからね。見てくれたよと。デブだから入ったってみたいな。だから笑いの中にこんなのも言っていいだろう。もちろん楽器は弾けなきゃいけないんですけど、うん、でいろんなこといろいろ探してみたらしいですよ。で僕のちょうどジャズ喫茶のチェンジバンドでね、はい、僕のドリフターとかのチェンジバンドで、チェンジバンドでパップコーンと、はい、いたんだ。でちょうど俺のこと見てたみたいね。なるほど。動きがおかしいと、うん、あれはこっち引っ張っちゃえと。で要するにドリフターズがクーデーターをして、うん、ドリフターズが加藤と張さんだけになっちゃったんですよね。はい、そんなことがありました。はい、ですからそれじゃあもうその時にもテレビ番組やってたもんですからね、うん、解散するわけにいかない、はい、ですぐに補強しなきゃいけないって言うん で僕と新井知恵、はい、からそれから仲間たち後からしてた、うん、新井知恵もなんでったら足が短いからそれだけですよ。ピアノだとそんなにうまくないしね、あの人はもともとスチールギター弾きですから。あ、そうなんですか。それもスチールギターではその頃ロックのやった頃は飯が食えないん でピアノで、要するに、うん、3年やってればピアノで、あの頃やってればロックバンドで通用したもんですからね、うん、ですから僕は半年だからどちらか入って半年ぐらいはお笑いの話も
やらせてもらえなかったんですね。うわそういう話いっぱい聞きたいな、ね、聞きたいですけど歌う時間がなくなっちゃうからう、ね、はい。これはなんと高木ブーさんが作られた、はい、あのブルーメモリーという歌なんですけれども、はい、やっぱりその高木さんのルーツである、ハワイアンの感じがね、はい、すごくこれはあれあの B 面なんですこれ。あそうなんですか、はい、でも B 面これもう、A 面にしたいぐらいいい曲ですもんね、はい、ね。これ A 面がね、うん、タクロさんが作った歌で、僕の大好きな場所というタクロが難しいなんて、そうでしょう、もう分かってないんだあいつは。それで、うん、あの篠原智恵ちゃんが作詞して、ああそうでしたの、ちょうどあの頃ですからね。うわあそうか。で無理して作ってもらったんだ。それはレコーディングするんで、うん、でこの A 面だけで売れないよと、うん、でもよく B 面これを作っていただきました本当に、これはそれで一晩で作った歌です。あ本当素晴らしい歌です。これじゃあ聴かせてください。ブルーメモリー、はい、夏の夕暮れ光る海、君の後ろ姿眩しい、はしゃぐ笑顔を追いかけた。高木さんこれ一晩で作ったっていう立証だから、いい曲ってのは時間かければいいと思うでもないかもしれないですね。ぶっちゃかった話がね、コードから入ったんです。ああ、この歌のコードはね、素敵すごいいいコードがいいコードですねこれね。コード僕の歌じゃなくていろんな歌がねこのコードであるの。このコードでね、名曲ってその中の1曲なんですからね、本当にいいコードですよね。いやいい曲に出来上がりました、はい、そんなことで今日はもういろいろお話と歌とおねだりをしまして、あ、そうか、なんかお知らせ事あるぞ。はい、すみません、すみません。はい。これは8月の26日に渋谷区文化総合センター大和田桜ホール、最近ここのホールは評判でね、なかなかもう、取りにくいところですけれども、そこでハワイアン音楽史ということで、たくさんのハワイアンの人たちが出られますけれども、8月26日ですので、夏のいい時間をねハワイアンでということで、
こんなふうに高木ブーさんお元気で活躍しておられますが、今日は本当に、ま、元気になってます、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。この次はいいですか。この次、はい、今日予約入れておきますのでまたおいでください。お願いします。ありがとうございました。